レイズとマイナー契約を結び、メジャーキャンプに招待選手として参加していた上沢直行投手、30、が24日、オフトアウト、契約破棄条項を行使して、他球団との契約を模索することになったと地元紙のタンパベイ・タイムズが報じた。メジャー契約を提示した球団があれば、レイズはメジャーに昇格させるか、トレードで放出するかの選択を迫られるという。 上沢は日本ハムからポスティングシステムを行使して米球界へ挑戦。メジャー契約のオファーもあった中で、投手育成に定評のあるレイズとのマイナー契約を結び、招待選手としてメジャーキャンプに参加していた。だが、デビュー戦で2回7失点と大乱調するなど、オープン戦では4試合に登板して0勝1敗、防御率13、03。 21日にはマイナー相手に高騰するなど調子を上げていたが、開幕でメジャー入りを逃し、マイナーで開幕することが決まっていた。上沢がレーズと結んだ契約は、契約金が2万5000ドル、約368万円、年俸22万5000ドル、約3315万円、で、日本ハムへの譲渡金は6250ドル、約92万円。 だがメジャー契約となると、年俸が10倍以上の250万ドル、約3億6843万円と大きく跳ね上がる契約だった。さらに、80イニングから10投球回ごとに10万ドルの出来高が加算され、160イニング到達で最大の90万ドル、約1億3264万円。年俸は計340万ドル、 約5億109万円イコールいずれも契約時のレート、2まで上昇する可能性もあったが、同契約は破棄されることになった。加えて、契約の中には、レートスプリングクルーズ、春季最終段階の条項が組み込まれており、2アンダー GM は、キャンプ終盤にい球団から上沢にメジャー契約したいという話が出た場合、レーズとマイナー契約にとどまっていれば、移籍が可能。 レーズが上沢を保有したい場合は40人枠のロースターに入れなければならないと説明していた。同条項を行使したとみられ、今後は他球団とのメジャー契約を模索する可能性が高い。上沢直行、上沢さ直行、1994年2月6日、千葉・松戸市生まれ。30歳、仙台松戸では3年春に県準順 V で関東大会8強。 2011年ドラフト6位で日本ハム入団、14年にプロ初勝利など8勝、18年には自身初の2桁勝利となる11勝を挙げ、日米野球で侍ジャパンに初選出された。通算173登板で70勝62敗、防御率3、20、187センチ、88キロ、右と右だ、昨季年俸1億7000万円。